体操競技は最終日の大詰め、女子の種目別決勝を残すだけとなりました。その女子の種目別に決勝に残ってきました各選手が今入場してきたところです。外は雨、北京動物園のすぐ近くにあります首都体育館です。ここまで男女合わせて10の種目が行われました。そのうち中国がなんと9種目に優勝、圧倒的な強さを発揮しています。韓国と北朝鮮は金メダルを獲得していますが、日本はまだ金メダルがありません。女子はおととい団体でメダルを失いました。昨日の個人総合でもまだ日本女子はメダルがありません。これからの種目別決勝でぜひメダルの欲しい日本女子です。解説は日本体操協会女子ナショナル強化部長の塚原千恵子さんです。さあ最初に登場してきたのがこれが跳馬の選手8人ですが、はい、この雰囲気を見ますとユニフォームも違いますし、何か団体あるいは個人総合の時とはこの種目別決勝になりますと華やかなムード、違ったムードがありますね。はい、さらに難度の要求は高くなりますけれども、はい、1種目ずつの一発勝負ですからね、はい、非常に1つずつメダルが狙っていけると思いますね。はい、この種目別決勝には日本からは小菅さんが4種目すべてに、そして三浦さんが段違い平行棒と平均台と床、瀬尾京子さんがこの跳馬に登場してきます。これは各種目団体の時の得点の上位者1カ国2名が登場してきまして、合わせて8人の選手です。個人総合優勝2連覇を果たしました。今日は白いコスチュームで登場してきました。陳水平の姿も見えております。さあ日本のそのメダルの期待可能性どうでしょうか。4種目の中でね、一番跳馬があると思うんですね、この跳馬ね、はいはい、それで今日は4グループの中から2つ選んで飛ばなきゃいけないということで、はい、今まで団体戦と個人総合は2つ同じものでもよかったわけですね、はい、ですからさらに難度要求が難しくなりますしね、その決まり方によっては日本完璧に持ってない選手もおりますのでね、その出来具合だと思いますね。さあ瀬尾京子さんの、表情が映りました。いつもの顔つきとは今画面でアップになったんですが、コーチをしている塚原三尾コーチが補助をしていますが、感じはどうですか。そうですね、昨日個人総合を休んでますのでね、はい、疲れもちょっと取れたんじゃないでしょうかね。そうですか。高校3年生になりました瀬尾京子さんがこの跳馬に出てきます。そして小菅麻里さん、昨日の個人総合では10位に終わりまして、もう一つ、我々が期待するほどの演技がね、今画面の左に、消えていきましたが、どうですか小菅さんは。そうですね、昨日まではちょっと失敗が出たりしてですね、本調子じゃありませんね。それからちょっと夏休みにですね、大会が多くて、こちらにちょっと疲れ気味で入ってきましたのでね、はい、それが心配されてましたけども、その通りにちょっとスピードがない演技が気にかかりますね。さあそしてこれが中国の同じハンテキです。このハンテキは昨日の個人総合には結局平均台の落下が響きまして、チームの中では4番目ということで個人総合には残ることができませんでした。まあ、そういった意味でこのハンテキ選手は一発この種目別にかけてきているでしょうね。そうですね、特に跳馬や平行棒が得意ですからね、はい、さあそれでは最初の種目の跳馬に出場する選手を紹介することにいたしましょう。韓国のイ・ヒギョンは個人総合5位、そして日本のこの瀬尾京子さんも出てきます。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のチェ・ユンヒョルは団体銀メダリスト、それから陳水平、アジア大会2連覇です。これが、韓国の選手です。その他日本の小菅麻里、中国のハン・テキ、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のこの人がアン・ミョンファです。そして日本の瀬尾京子、そして個人総合7位になりました韓国のパク・ジスクというこの8人がこれから最初の種目の跳馬の決勝に臨むところです。
女子の種目別決勝で、メダルを取ったのは前回はありませんでして、8年前1982年のニューデリー大会で森尾さんが平均台で取ったのが、一番最近の成績です。さあそれでは最初の種目跳馬、最初の演技者です。韓国のイ・ヒヨン、2本飛んで違った飛び技で平均得点になります。最初の飛び技ロンダードから入りました。1回ひねりです。ありがとうございます。非常にあの高さのある飛び方だったと思います。このイ団体戦の時には 9.80、 そして昨日の個人総合の時には 9.75 を出しました。個人総合5位の選手です。韓国ナンバーワンの選手です。この飛び方からしますとどうですか。最初の演技者というのはやっぱり硬くなるもんだろうと思いますがね。非常にあの張り切っていきましてね、非常に高さのあるいい演技だったと思います。自分の得点を待ちます。跳馬の審判ですが、カナダから、このアジア大会ですが中立審判ということで、カナダから1人、第1ジャッジを選んでおります。そして一審が日本の坂佳代子さん、二審が北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、三審が中国、四審が韓国です。0.05 の戦いになりますので審判もぜひ頑張ってもらいたいですね、そうですね。今日夕方まで続いていました男子の種目別などを見ていますと、日本の西川あるいは池谷、鉄棒で池谷がね、メダルに、結果的には銀メダルに終わったわけですが、金に届いたかなと思ったんですが、はい、0.25 だったですね。そういう厳しさがあります。金メダルはまだ日本ありません。この種目別でぜひともメダル、銅でも銀でもいいんですが、右に見えます小柄な小菅さんと、そして三浦さん、最初の種目跳馬、かつてこのアジア大会で種目別決勝で日本は金メダルを取ったのが過去1回だけあります。1974年のテヘラン大会で、跳馬の種目で吉田玲子さんが過去4回の歴史の中で1回だけ金メダルを取ったことがあります。なかなか1本目の得点が出ませんね。そうですね、やはり一番最初の点数というのはやはり基準になりますからね、はい、やはり得点1回目が出まして 9.825、 日本の坂さんは 9.75 という得点を出していました。さあこれから2本目、今度は違う飛び方でなければいけないんですね。そうですね、この飛び方は2の60番と表示されてますけども、はい、前転飛び囲みの宙返りですね。いわゆる前方ダブルというような格好になります、はい、なります。これは 9.9 万点ですね、はい、最高に出てもそうですね。さあ韓国のイ・ヒヨン、これから2本目、前転前傾、個人持ち、一発勝負ですからこれは大きいです。そうですね、やはりみんな団体を狙ってますのでね、日本はあまり練習してないと思うんですよ、はい、なるほど。ですからこういうふうに2本目に失敗が出てくるケースが多いと思いますね。なるほどね、昨日の個人総合で 9.75、 それから一昨日の団体の時 9.80 というまずまずの得点を出していましたが、その時には周りがスピードがないですね。ここでもうちょっと蹴り上げなきゃいけません。前転そして前方抱え込みの宙返りです。何か着地して失敗したというよりもちょっと不完全な感じがしますね。この韓国のイ・ヒギョン選手はこの後平均台、ゆか2つの種目が残っています。盛んに日本の小菅さんがアップをしています。2本飛んで韓国のイ・ヒギョン、1本目が 9.825、 2本目の得点を待ちます。この種目別の決勝は2本の違う飛び技で飛んで、それぞれの得点の平均点が自分の持ち点、得点になります。
2本目が出まして 9.225、 したがって平均得点は 9.525 ということになります。さあ今度は2人目です。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のチェ・ユンヒョルです。団体銀メダリストの一人です。去年の秋の世界選手権にも出まして個人総合10位になりました。さあ1本目はロンダードからひかひねりですね。高さがありました。はい、あの着地も決まりましたね。やはりあの種目別になりますとこれぐらい決めないとですね、はい、戦いが 9.8 以上になると思うんですね。まあ、左足にテーピングをしておりますが、団体個人総合、そしてこの種目別と3日連続になりますから体力の方も相当スタミナがね、そうですね、心配されますが、今日は体力の勝負でしょうね。この北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国チェ・ユンヒョル、こうやって自分で、これから飛ぶ技を、審判に表示をする義務があります。男子の場合はしてもしなくてもいいんですが、女子の場合にはこうやって表示を必ずしなければいけません。今、2-6-0という、2というのは大体あの前方宙返り系ですね。はい、はい、あの先ほどの韓国の選手と同じような前転跳びの前方抱え込み宙返りですね。はい、1回目の得点が出まして 9.85 です。やはりこの跳び方も 9.9 満点の跳び方ですね。はい、各種目8人ずつが登場してきます。さあこれから北朝鮮チェ・ユンヒョルの2回目です。前転から抱え込んでの前中です。ちょっと一歩出ましたけれども、非常にあの引き手のあるいい飛び方ですね。先ほどの韓国のイ・ヒヨンよりは高得点が出そうですね。出ますね、ただ 9.9 満点ですのでね、やはり8とか出てこないんじゃないかと思いますね。あ、なるほど。まあ、この後にこの後に登場してくるのが中国の陳水艇、アジア大会2連覇の女王陳水艇、それから日本の小菅、中国の韓敵と登場してきます。非常に高さのある飛び方ですね。まあ、こうやって見てますと、いわゆるその、日本とも10点満点での技を飛んでくるのはやはり難しいんでしょうね。そうですね、今日8名のうちにおそらく数名じゃないかと思います。そうですか。3名でしょうね。2本目の得点は 9.70、 したがって平均得点 9.775 です。さあ出てきました、アジア大会個人総合2連覇陳水艇女王登場です。お目当てのこの陳水艇が登場してきました。跳馬は非常に自信を持ってますからね。昨日 9.90、 そして一昨日の団体の時にも 9.95、 ともに全ての選手の中で最高得点をマークしています。ロンダートから一回ひねりです。右足の中でました。ちょっと口が後ろに取られましたね。取り方そのものは良かったんですけども、はい、スピードがちょっとありましたね。昨日のあの10点満点床で出した時の表情とはちょっと違います。振り方は問題ないんですけどもね、はい、ちょっと腰を引いてしまいましたね。昨日の紫色のレオタードとはイメージがガラッと変えてきましたね。そうですね、もうすでにこの陳水艇は団体で金メダル、そして個人総合で金メダル、一人で2つの金メダルを持っています。さあ果たして塚田さん、今日4種目でこの人が何個金メダルを取りますかね。
楽しみですね、出てくるのはこの跳馬とそれから、団体個人総合2回とも10点満点を出しているゆかです。1回目は 9.850 やはり着地の部分で減点がありますね、はい。さあ2本目は何でくるんでしょうか。違う飛び技、どうやら塚原飛びのようですね。塚原飛びの伸身の1回ひねりですね、はい。さあスピード乗った、また着地がちょっと一歩流れました、流れました。伸身塚原の1回ひねり、これは10点満点の技ですね。10点満点です、はい。この今の表情はどう見ました。そうですね、余裕のある笑い方でしょうかね。ちょっとうまくいかなかったというそういう照れ笑いかもしれませんね。着地が2本とも決まりませんでした、ね。決まりませんでした。先ほどは右足、今度は左足。なるほど、アジアチャンピオンでもやっぱり違う飛び技をしなければいけないという過酷なもんです、厳しいもんです。1回目は 9.85 でした。2本目を飛び終えて2本目 9.825、 したがって平均得点は 9.837 ということになります。現在3人を割ってトップです。陳水亭、さあ小菅さん出てきました。個人総合昨日は10位でした。さあスタート、ロンダードから1回ひねりました。決まった、決まったと見えたんですがね、ちょっと足を上げてしまいましたね。10月の16日で15歳になります。今年中に15歳になれば年齢制限が解けまして、世界選手権とかアジア大会あるいはオリンピック、まあ、そういう国際大会、大きな国際大会に出られます。どうしてこの左足がこんなに上に上がっちゃったんですかね。そうですね、すぐ気をつけしようと思ってですね、はい、ちょっと焦ったようですね。ちょっとこれで決まってたんですよね、はい、もうちょっと落ち着いて気をつけをすれば決まってたと思うんですけどね。あれ減点の対象になりますか。なります、ね、なりますか、はい。和製コマネチと言われているあの当時のルーマニアのコマネチ選手に表情がよく似ていると言われている小菅真理。あ、今日はひねりませんね。この後の飛び技が2の9の0と表示されています。あ、1回目は 9.775 日本の坂さん 9.75、 坂さんの方が何か平均得点よりも低い得点を出しました。さあこれから2本目です。前転飛びの前方の屈伸の宙返りのようです。いつもはどんな飛び技をするんですか。これで半分ひねるんですけどね、はい、今日はひねりませんね。それ10点満点ですけども、はい、あー崩れた、惜しいですね。これは両膝をつき、そして手もつきましたね、はい、やはり大過失ですね、はい、0.5 は大きく引かれます。もう思い切ってひねった方が着地が優しかったかもしれませんね。前転で屈伸の前宙、このこうなる原因ですね。いつも2分の1までひねってましたのでね、やはり着地がちょっと取れないで練習不足でないでしょうかね。あ、まあ、この後小菅さんは段違い平行棒、平均台、ゆかと3種目種目別決勝のすべてに登場してきます。まあ、先ほどの左足をスーッと、ね、上げてみたり、あるいはその今も乱れました。ちょっとこの後心配ですが、2本目 9.350 で平均得点 9.562、 4人終わったところで第3位です。中国のハンテキ、個人総合には決勝には残れませんでした。昨年の西
1ドイツ世界選手権では個人総合17位。さあ半崎1本目、前に詰まりましたね。まあ、ここまでの韓国のイ・ヒギョン、それから北朝鮮のチェ・ユンヒョル、中国のチン・スイテイ、日本の小菅麻里、同じようにあのロンダードから、伸身で一回ひねってきましたね。この飛び技はどうでしょうか。ちょっと着地姿勢が低いですね、はい、やはりどちらかというとあの着地は前にかかるよりもですね、ちょっと後ろに行くぐらいスピードがあった方がいいと思いますね。このハンテキは団体戦の時に 9.90 という全選手の中で2番目に高い高得点を出しました。去年の西ドイツシュトゥットガルトの世界選手権種目別決勝、この跳馬に出てきまして第7位でした。段違い平行棒ではあの時に10点満点を出しましてルーマニアのシルバシと同点優勝でした。出まして1回目 9.850 現在のところ一番高い得点を出しています。これから2本目は、前転の、それから前中のようです。なさそうな顔してますね。これもどうしたんだろうという照れ笑い。あのウォーミングアップの時からなかなか飛べなくてですね、自信がなかったんじゃないでしょうかね、はい、しかし迎えるコーチたちがこういう表情で、かなりこの後あの段違い平行棒も残ってますからリラックスさせようという意識がありましょうが、後ろに尻餅をつくということはあのここの蹴りが弱いんですね。もう少し強く蹴ってあの着地の姿勢を取らなきゃいけませんね。でもどうしてもあの足を前に出してしまうもんですからね、尻餅をついてしまいますね。153センチという中国の選手の中では一番身長のありますこのハンテキ。3人失敗しましたでしょ。3人失敗しましたね。あのですからね、非常にあの前方蹴って難しいんですよ着地が。ですから小菅さんはねひねった方が良かったと思いますね。あ、結果的に言えばね、これこうやってあの跳馬の得意な選手が8人、まあ、ここまで、5人出てきたわけですが、その半敵の得点が出まして平均得点 9.587、5人が終わってここまでハンテキは第3位です。北朝鮮のアン・ミョンファです。北朝鮮の中では団体の時の成績4番目で個人総合後半には残れませんでした。これもどうやらロンダートから後方伸身宙返りの1回ひねりです。はい、ですね、ほぼ着地が直立で止まってますね、はい、非常にいい飛び方です。おとといの団体の時には 9.85 という全体の中で4番目に高い得点を出しています。空中の伸身の姿勢がなかなか崩れません。これはいい突き手でしたね、はい、ほぼ着地が直立です。はい、144センチ、40キロというこの北朝鮮のアン・ミョンファ。北朝鮮からは、1本目の得点が出まして、9.85、先ほどのハンテキ選手と同じ飛び技で一番いい得点を出しまして、9.85 です。今度は後ろにちらっと3の6の0という、ね、これは伸身の塚原飛びです。高得点は出ないですね。 9.7 満点ですからね、はい、塚原というのは、解説の塚原千恵子さん、挑戦が初めて世界で見せた技でした。右足流れました。
伸身姿勢が少ないようですね。腰を取ってますのでね、これはちょっと減点されると思います。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のユン・トンスンコーチが、抱えるように今2本目終わったところで迎えましたが、こうやって見てますと、昨日の個人総合あるいは団体戦の時とは、違ってですね、各選手こう、はい、着地が決まらない、心理的にこの種目別となると違うものが選手に与えるものがあるんでしょうか。特に跳馬はですね、今まで実践満点を飛んだ人が2人ですね、はい、小菅さんと陳選手、はい、いかに日本で技を飛ぶということが難しいかということですね。なるほどね、2つとも実践満点の技で挑戦してくるということがね、はい、この跳馬はわずか2秒の演技と言われています。まあ、男子と違いまして、馬の向きが横向きになっています。まあ、男子をひょっとするとしのぐんではないかという、まあ、そういうレベルにあるとこの女子の跳馬言われてますね。そうですね、今では同じぐらいのレベルになってきたんじゃないでしょうかね。高さとそして空中の姿勢とそれから飛んでからの距離を、まあ、この美しさを競います。2回目 9.425、 平均得点が 9.637。 6人終わりまして第3位です。さあ出てきました日本の瀬尾京子さん、残るはあと2人です。1本目はどうやら前転飛びからの、前中半分ひねってのいわゆるダブルハーフのようです。高校3年生になりました。団体の時には日本の4番目の成績ということで、個人総合昨日には昨日出ることはできませんでした。さあ1回目決まった。これはいい点数が出ると思います。本来小菅さんもこの技を、そうなんですね、2本目飛ぶはずだったんですね、はい、おそらくウォーミングアップでですね、調子悪かったと思うんですよね、うん、ですからコーチの方がですね、ひねらないように指示したと思うんですけども、140センチ33キロ18歳の高校3年生の技でした。しかもこの瀬尾さんは種目別決勝に残ったのはこの跳馬だけですからね、はい、ですから頑張ってもらいたいですね、今までの選手が点数が低いですからね、はい、最高で、平均得点が 9.837 です。ですからほぼここまでの全員がですね、6人の全員が昨日あるいは一昨日よりも得点を下げてますね。そうですね、これは審判が厳しいということもあるんでしょうか。いや、そうじゃないと思いますね。やっぱり団体の時はそのムードに乗ってですね、うん、やはり後半の選手は着地まで決めて、行ってましたのでね、やはり今日はほとんどの人が着地が決まってないですよね。そうですね。瀬尾京子、山形生まれ、小学校の6年生まで兵庫にいました。現在は辻村女子高校の3年生。9.875 ということは、最初1本目を飛んでここまで7人終わって一番いい得点です。さあメダルへの挑戦、8点台が出ますとメダル有力です。さあロンダートからひねった、決まりましたね。思わず教えている高原千恵子さん、いやちょっと自分の教え子がこの心配だったというのは、はい、この飛び方はあまり練習してませんので、ね、はい、ちょっと心配してましたけど、いや決まりました、よく頑張りました。どうやらこのまま行きますと1本目が 9.875 あ、塚原光雄コーチも
この表情で迎えました。 9.8 点台が出ますとメダル有力。いいですよ。はい、現在7人目を終えました瀬尾京子。着地もよく頑張りましたね。空中姿勢どうですか。非常にあの高さがあります。ただあのちょっと足が開いてますけども、はい、問題ないと思いますね、はい。ソウルオリンピックの日本代表でした。出発の2日前に左肘を脱臼しまして、ソウルのオリンピックでは補欠に回りました。悔しい思いをしました瀬尾京子。まあ、団体戦で失敗をしましたよね、個人総合に出れませんでしたのでね、はい、やはり反省して、一生懸命やったんじゃないでしょうかね。まあ、あまり表情を変えない瀬尾さんですが、性格的にはどんな選手ですか。どちらかというとおとなしい選手ですね。そうですか。さあ得点が出まして2本目も 9.875、 したがってトップに立ちました。7人終わってトップということは最低でも銀メダル決まります。さあ日本の瀬尾京子が銀メダルになるか、あるいは銀メダルになるか、一番最後の演技者のこの韓国のパク・ジスクの演技にかかります。瀬尾京子が7人終わってトップ、そして現在第2位は中国の水、1本目を飛びました。前転抱え込みからの2分の1ですね。ちょっと全体的に小さかったような気がするんですけども、着地が前に1歩出ましたね。さあということでパク・ジスク1本目はこれ失敗の形になりました。7人が終わって瀬尾京子が現在トップ、そして第2位に陳水貞がついています。そして現在第3位は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のちょっと足が割れてるんですよね。ユンヒョルです。ちょっと低いですね、はい、ということは 9.8 台、7台、 9.6 台は無理でしょうかね。8は出ないと思いますね。8はね、パク・ジスクは個人総合は7位でした。団体銅メダルも持っています。1回目の得点を待っています。団体の時には 9.825、 そして昨日の個人総合 9.75 でした。今度は3の61と出してますね、はい、ということは10点満点の技ではありませんね。そうですね、塚原飛びの9満点ですね。1回ひねりですね。得点1回目が出まして、意外に高い得点出ました ね。9.80 ということは 9.9 以上出さないと日本の瀬尾を逆転することはできません。でしかも飛び技が 9.90 満点ですから、それ以上の得点は出ません。ということは、まあ、この瞬間に瀬尾京子さんの金メダル確定と申し上げます。2本目です。安定した飛び方でしたね、はい、これが韓国のパク・ジスク2本目の演技を終えたところです。これで乗馬の8人の演技すべて終わりました。最後の演技者の韓国のパク・ジスク選手の得点を待っているところです。7人終わって日本の瀬尾京子がトップ、そして第2位にあの個人総合2連覇の中国の陳水貞、3位に北朝鮮のチェ・ユンヒョルがついています。ちょっと足の乱れが見られますね、はい、得点の出を待っているところです。大会4日目、ここまで日本はまだ1個も金メダルがありません。この北京アジア大会で体操で初めて日本金メダル、瀬尾京子がまもなく得点の表示、韓国のパク・ジスク選手の得点の発表によって日本の瀬尾京子さんの金メダルが決まります。なかなか点が出ませんね。出ませんね。ここまで日本は銀メダルが2つ、そして銅メダルが3つです。今大会団体の男子の銀メダル、そして鉄棒、先ほど行われた池谷の銀。さて得点が出まして、2本目を平均 9.787、 したがって日本の瀬尾京子
本大会初の日本体操金メダルを確定しました。いや、お疲れ様、おめでとうございました。ありがとうございます。ああ、よかったですね。ということで、この最初の種目跳馬が終わりまして、順位が確定しました。瀬尾恭子、高校3年生日本、この体操今大会北京大会の初の日本金メダルを確定、第1位優勝。そして第2位が中国の陳水艇、第3位が今飛び終えました韓国のパク・リスク選手、4位に北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のチェ・ユンヒョル、5位に北朝鮮、同じく北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のアン・ヨンファ、6位に中国のハンテキ、7位に日本の小菅麻里が入りました。そして8位、韓国のイ・ヒギョン。ご覧の通り日本の瀬尾恭子、ただ一つだけ種目別決勝に出てくるこの跳馬で見事に金メダルを確定しました。今画面で順位を紹介しておりますが、ずっと向こうに日本の監督を務めている松田春弘さんの姿が見えています。その優勝金メダルを確定した瀬尾恭子のこれが2本目ですね。いや、もう日本の女子本当2日目までいいことありませんでしたので、はい、本当に嬉しいですね。まあ、この放送席で、おととい昨日と、女子の最高責任者でありますその塚原千恵子さん、本当におめでとうございました。ありがとうございます。さあ、いよいよこれから2種目目段違い平行棒の種目別決勝が始まります。最初の演技者は日本の三浦花子。三浦さんのこの演技の平行棒の一番の見せ場はどの辺ですか？前方車輪からのひねりからのイエーガー宙返り、はい、それからトカチェフですね。それから最後のなんといってもムーンサルト、離れ技2つとそして最終技、さあ期待しましょう。前方車輪をやりましてイエーガー宙返りですね。まず決まりました。ここからトカチェフに行きます。さあ背面飛び越し決まった。思い切って通り下げましたね。さあ逆転、という三浦花子、段違い平行棒8人の演技者の最初1番バッターとして登場しまして、よしよしという塚原光夫コーチです。これは家がですね、より高さのある家がですね、はい、前方開脚宙返り懸垂、そしてこの後ここから背面飛び越しトカチェフに入ります。いいですね、非常に高さがあります。そして折り技で抱え込みですがムーンサルトですね、はい、これは女子の、回転からしますと D に、しかもボーナス点のつく D 難度ですからね。そうですね、0.2 つきますね、はい、得点 9.825。 どうですかこの得点の出方は。ちょっと欲しいところですね。中国の李燕です。2人目の演技者です。先ほども紹介しました、おとといの団体時には10点満点が出ました。その翌日、昨日実は得点訂正されまして 9.95、 全選手の中で韓敵と並んで最も高得点でした李燕。前方車輪から反対向いてのトカチェフですね。大きなトカチェフです。ここからですね、背面車輪から開脚飛び越し、はい、観客にアピールしまして、おとといは大いに沸きました。非常に高さのある抱え込みの2回宙返りです。ダブル宙返りよりの後にっこり笑みを迎えた、浮かべました。中国李燕自信持ってますね。このムードですからね、おとといは10点出たんですよね。ファンに応えます。
まずこれは大きなトカチェフ、はい、中抜き上がりから上がりまして、それから背面車輪をして、ここから開脚飛び越しですね、はい、これもあの珍しい構成ですね、はい、今大会あの審議として申請されたそうです。あ、そうですか、はい、じゃあ世界連盟に、この技を、まあ、得点あの記録集に規則集に載ってない技なんですね。はい、載ってないですね、審議ですね、はい、世界で初めて披露しました中国のリエン選手の今の技です。最初の三浦が日本が 9.825 です。このリエン選手も段違い平行棒1種目だけの種目別決勝の出場です。得点 9.95で1000万点を出している審判はいません。すべて4人とも 9.95。 さあ3人目ボスが登場しました。跳馬ではもう一つ得点が伸びませんで7位に終わっています。倒立の1回ひねりから2分の1ひねりをして家が跳べて見せ場です。この後もう一つ離れ技トカチェフを持っています。これです。今日は月面やりますかね。やりますね。やりました。決まりました。いい力ですよ。今深原理長コーチが小鶴選手がピタッと着地を決めた瞬間に大きく手を叩きました。これがイエーガーです。イエーガーです、はい。最初の跳馬の時には一つもう一つ制裁がなかったんですが、この段違い平行棒で変わってくれればいいんですがね。そうですね、あと平均台ゆか頑張ってもらいたいですね、はい、このトカチェフ大きかったですね。折りもね、なかなかあの高さが出てきましたよ、はい、安定してきました。決まりましたね。さあどうでしょうか。日本の小菅麻里3人目の演技者としてこれから記録の出を得点の出を待つところです。個人総合昨日は10位でした。三浦が4位、川田が9位、それに次ぐ小菅10位でした。得点出まして 9.85、 3人終わって現在第2位。4人目です。韓国のミン・アヨン、個人総合12位の選手。昨日は段違い平行棒で 9.85 という全体の中で8番目の成績を残しました。一回ひねりからギンガーです。この技はあの倒立まで行きますと C ですね。屈伸ダブル、着地がもう一つ決まらず、しかし途中で離れ技をギンガーとそれからトカチェフの2つ入れてきましたね、はいはい、それから折り技もですね、はい、屈伸にすると D なんですね、はい、抱え込むと C なんですね、これがギンガーのところで。しかし日本の小菅さんなんかではあの月面中がムーンサルト折りを決めてきますし、そうですね、ちょっとあの姿勢欠点、足先の乱れがありますね。あのトカチョフなんかのちょっと足を見ていただくと分かると思うんですが、はい、ここからですかね、ちょっと足先がこれちょっと姿勢欠点ありますね。どういうふうに、ちょっと下駄を履くっていうか、まっすぐ伸びてないんですね。はは、私たちではちょっと下駄を履くっていうんですけど、はいはい、足先が伸びてないということですか。はい、あ、最後は屈伸の後方ダブル宙返り折り、
得点は 9.825、 4人終わりまして第3位です。同じく韓国の今度はペ・ウミン選手です。団体の時韓国チームの中で5番目の成績ということで、昨日の個人総合には残ることはできませんでした。しかし去年の世界選手権のメンバーです。ソウルオリンピックの代表でもありました、ペン・ウミン。坂手からひねって家がですね、もう一度いきますね。さあフィニッシュです。抱え込みの2回中台になりました。ちょっと絶対的にスピードがないなという感じがしますね。それと高難度、高い難度の技がさほどありませんでしたね、はい、ひねってからのイエガーとイエガーを2つ入れてきましたね。ここですね。倒立のところをもう少し上げないと減点になるんですね。あ、車輪から半ひねりからイエガーです。という韓国のペ・ウミン、段違い平行棒の5人の演技が終わっています。カナダから中立審判員ということで1人、それから中国、韓国、日本、日本は、津村さんが三振を務めています。フィリピンという4人の審判。ちょっと得点が乱れ、審判が合いませんが、このペ・ウミン選手のどんなところで今審判が揉めてるんでしょうか。そうですね、 9.5 以上になりますとね、はい、0.1 開くとダメですのでね、それを調整してるんだと思いますよね。あ、なるほどね。大会4日目に入りました体操競技、まあ、私ども、この中国のこの首都体育館での体操競技ということで、一体どの程度 その得点のね、はい、まあこういう大掛かりなコンピューター仕掛けになっていると思いませんで、日本国内で行われる世界選手権、全日本選手権とか、はい、あるいは NHK 杯と同じように人間が得点表示板を上げて、それをその、計算して出すのかなと思ったらそうではありません。こうやって電光表示で出てきます。 9.725、 5人の演技を終わって5番目です。現在5人を終わって中国のリエンがトップ、そして日本の小菅第2位、これから6人目です。この選手も平行棒は得意ですよ。チェ・ユンヒョル、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国です。昨日の個人総合には出ることはできませんでしたが、得意にしている段違い平行棒。ピタルダーからひねりますね。それからイエガーですね。先ほどのさらに、はい、先ほどの跳馬で4位に入っている北朝鮮、チェ・ユンヒョル。高さですね。非常に高さがあります。キレがありますね。非常に姿勢が美しいですね。非常に内容的にも構成も非常に素晴らしいですのでね、はい、高い点が出るんじゃないでしょうか。北朝鮮からも随分応援団が来ているようです。2分の1ひねりから非常に高さがありますね、はい、余裕があります。大きいですね。それから下のバーへ打って倒立ですぐキタルダー倒立ですね、はい、この組み合わせも難しいです。150センチの体に使っています。大きな演技です。あ、この人が去年の世界選手権の10位に入った選手ですから、これも高いですね。高いトカチョフですね。
技は C なんですけども、倒立の1回ひねりから連続しますとね、はい、格上げになります。乗馬で4位に入っているイケイ・ユンショルの得点は 9.90 ということは、6人終わって第2位、日本の小菅さんが第3位に落ちました。リエルがトップ、そして今演技を終えたケイ・ユンショル第2位、日本の小菅第3位。さあ7人目、中国のハンテキ登場しました。おとといの団体の時には 9.95 という得点を出しまして、全選手の中で最高点。自信を持っているこのハンテキの段違い平行棒。逆車輪からの、ここからですね、すごいですよ、いい笑顔です。肩がありますね。ここからトカチェスですね。これも高い、本当にスパイバーからもう上の方に上がっていきますね。ひねって高いダブル宙返りより決まりましたね、これは 9.9 以上出るでしょう。出るでしょうね、はい、この段違い平行棒の、いわゆる上バー、上の方の高い方のバーは2メーター30センチのところですが、それよりもあの高いところで演技してましたね。はい、あのスローで見るとよくわかると思うんですけどね、高いバーからはるかに上に上がってますね。去年の秋、ここ、ね、シュトットガルトでの世界選手権で10点満点を出しまして、ルーマニアシルバシとの同点金メダルを持っているこの段違い平行棒。今いい笑顔をしましたけども、はい、今度の高さも高いですよ。さあ場内1万8000のファンは10点満点を要求します。得点がまだ出ません。出まして10点、10点満点が出ました。10点満点出ましたね。出ましたという中国のハンテキ。この瞬間にハンテキがご覧の通り、中国、韓国、日本の津村さんも10点を出しました。フィリピンも10点、4人の審判満点で10点満点。この今大会10点満点が出たのは4回目のことです。このように着地が決まるとあの実点やっていいですね。さあこれから出てきたこの北朝鮮の134センチの一番小柄なキム・クァンスク、昨日の個人総合では銅メダル3位に入った選手ですが、この人も段違い平行もこれ強いですからね、はい、この瞬間に今7人終わったところで、日本の小菅さんは4位に落ちてしまいまして、メダルの夢消えました。そして三浦花子は5位です。この選手 の中技の連続を注目していただきたいんですね、はい、この人のオリジナルの技が出てきますね、はい、キムと言いますね、はい、自分の名前を取った技が登場してきます。トカチョフからここですね。うわすごい、どうなったんでしょうか。後ほどゆっくりスローで見てみましょう。スピードがあります。キレのある技の展開。1回半からイエガーですね。さあハンテキが10点を出している。北朝鮮どうだ。キム、これもすごい演技だ。これもどうでしょうか。金メダルを取るためには10点満点が要求されます。揉めるでしょうね。中国が主審ですから。はい、なるほど。なるほど。ここですね。はい。これど前方振り出しからトカチョフをしてですね。前方振り出しから。ロービデオでもよくわかりませんが。はい、前方へもう一度宙返りをして高手に持ちます。Dの加点の 0.2 ついている技の連続ですね。このキム・ファンスクしか世界中でできない技です。でその後のこういう流れで、ね、はい、私びっくりするのは、ここがまた大きなイエガーですが、スピード感が実にありましたね。はい、スピードがありますね。着地もぴったり完璧ですね。中技の、あの、
チムという名前のついている技、もう一度振り返りますと、トカチェフをしてその後連続で前振りから行って前方へ振り出してですね、はい、もう一度振り戻ってもう一回足の間から前に回るんですね。前方宙返りするわけですね、はい、そして上のバーをもう一回高手で持つんですね、はい、ちょっと申し上げても分かりにくいかと思います。何かあのフィルムを逆さまにやったみたいな感じですね、ちょっと見ててもあっと思いますね、さあ得点争いはどうでしょうか。中国のハンテヒがすでに演技を終えて10点満点の得点を出しています。同じ中国のリ・エンが 9.950 の得点を出しています。そしてこのキム・カンスクとは同じ北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のチェ・ユンヒョル選手が 9.90 を出しています。メダルを取るためには 9.90 以上です。金メダルを取るためには10点が要求されます。134センチ、今大会出場の女子選手の中で一番小さな選手です。審判長が出て行ってますので揉めてますね。揉めてますか、はい、塚原さん先ほどおっしゃったように、第一ジャッジはカナダの、中立国の、ねはい、カナダから来ているわけですが、得点出まして 9.95 ということは第2位タイ、中国のリエン選手と並んで同点銀メダルと確定しました。その結果中国のハンテキ選手が段違い平行棒金メダルを獲得、そして銀メダルは中国の同じく中国のリ・エン、そして、中国のリカ、中国のリ・エン、そして最後に演技を終えた北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のキム・ハンスクが同点で2位の銀メダルを確定しました。その後4位に北朝鮮のチェ・ユンヒョル、小菅が5位、そして6位が三浦、同点で6位に韓国のミン・アヨン、8位に韓国のペ・ウンミと入った段違い平行棒でした。まあ、体操競技は微妙なもので審判が人が選手の、得点を表示するわけです、はい、さあこれで2種目終わりまして表彰式が始まるところです。日本の瀬尾京子、日本金メダルはこのアジア大会16年ぶり、吉田玲子さん以来2回目のことです。そして第2位に中国の陳水艇、個人総合のチャンピオンです。3位に韓国のパク・ジスク、いやー塚原さん、しかし、はい、ソウルのアジア大会 のソウルのオリンピックの時には、はい、この瀬尾さんが随分苦しみましたもんね。そうですね、あの肘を脱臼しましてね、出発の2日前にね、はい、それで大きな大会はそれ以来ですのでね、はい、本当に嬉しいと思います。その無念を晴らすかのように今日はこのアジア大会種目別決勝で見事にこの跳馬で最初の種目でこの大会日本に体操競技初めての金メダルをもたらしました。嬉しい、日本初めての銀メダルを今受け取りました。140センチ、内村女子高校3年生18歳の瀬尾京子、技の豊富さ、そしてコツコツと地味に努力をするタイプと聞いています。その努力が見事に花開きました。アジアの女子の跳馬の女王になりました。そして3位に韓国のパク・ギスク、さあこれからこの首都体育館で初めて君が代が流れます。
行くぞ。おめでとう、本当におめでとう、瀬尾京子さん。今日の丸の旗が上がっていくのを眺め、そして今君が代が流れたのを聞いて、解説の塚原さんもこう、目が今ちょっと潤んだような。そうですね、感じになってらっしゃいましたが、もう今まで1日目2日目もう全然いいことありませんでしたのでね、はい、本当に嬉しいですね。一ついろんなこれから報道陣にもみくしゃになってインタビューを受けると思いますけれども、後ほど用意ができましたらね、はい、特別にこの瀬尾さんにね、はい、放送席に来てもらおうと思ってますんで、後ほど楽しみにしたいと思います。本当におめでとう瀬尾さん。見事に金メダルを取った、瀬尾京子さんがおめでとう、花束を持ってメダルは首に下げてはいませんが、今放送席に来てもらいましてマイクを一つつけてもらおうと思います。おめでとうございます。今、マイクをつけますね。私がつけまして、それじゃあね、塚原さん、一言瀬尾さんに最初の言葉をかけてあげてください。おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶ調子悪かったですから、今日で取り返して、日本に帰れますね。自分で演技しててね、皆さんね、金メダルを取れるというそういう自信みたいなものはあったんですか。いや、なくて、団体の時にやっぱり頑張らなくちゃいけない年上の私たちが、はい、私が失敗してしまって、団体はあまり良くなかったので、その分を一目でも残った跳馬にかけたいと思ってやりました。という話ですが、やっぱり反省していい結果が出たということじゃないでしょうかね。一番高いところで優勝台の上に上がって、君が代が流れて日の丸がずっと上がっていったときにどんな気持ちでした。やっぱりやったんだと思いました。嬉しかったです。ソウルのオリンピックの時には出発前に怪我でね、結局補欠に回りましたよね、はい、いろんな苦しい思い出があったと思いますが、今練習を振り返ってみてどんなことが一番頭の中によぎってきますか。やっぱりその怪我から自分の元の力に戻るまで随分時間かかったんですけど、やっぱりここまでやってきてよかったと思います。随分千恵子先生、今それから画面に映っている塚原光雄先生のね、指導は厳しかったと思います。厳しかったですか。でも私たちのためにやってくれてることだから、はい、いや本当に、金メダルを獲得、ちょっと金メダルを、画面でも見せてもらいたいと思うんですが、まあ、これは国際映像ですので撮ってくれません。日本がね、アジア大会が始まってね、2度目のね、これ女子の金メダルですから、はい、跳馬ですね。跳馬ですね、はい、吉田玲子さんに次いで、瀬尾京子さんが見事に金メダルを獲得しました。家族の方はこの首都体育館には北京には来てますか。いや、来てないです。おそらくじゃあね、これ衛星放送でね、生放送で聞いてると思いますから、テレビ見てると思いますから一言言ってあげてください。自分の思う通りやりました。おそらくね、テレビの向こうの方で拍手してると思いますよ。本当におめでとう。塚原さん、もう一回、はい。この後はあれですか、祝杯というわけにはいけませんでしょうけれども、何かこうご褒美は。そうですね、帰ってからゆっくり考えます。そうですか。いや、本当におめでとうございました。ありがとうございます。これで、瀬尾さんはもう、跳馬だけで後の種目はないんですね。じゃあこの後ね、一つ小菅さん、それから、他の選手にも一つ、拍手を送って、ね、応援してください、はい、どうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。ということで、日本が今大会初めて体操競技で金メダルを獲得しました瀬尾京子さんに放送席に来ていろいろと話を聞きました。さあ、それでは3種目目の平均台の模様をこれからお伝えしていくことにいたしましょう。
最初の演技者が韓国のイ・ヒヨンです。残るはこの平均台とゆか2つの種目だけとなりました。跳馬では8位になりました。日本の瀬尾さんが優勝した跳馬は8位、そして2種目目この平均台に登場、そして最後のゆかにも出てきます。この韓国のイ・ヒヨンです。個人総合は5位でした。このイ・ヒヨン非常に安定してましたね。まあ、韓国勢としましては団体で3位になりまして、日本を抜いて、まあ、メダルをキープと、銅メダルですがキープということになりましたけれども、まあ、そういう勢いがこの種目別の中ではまだ出ていませんね。そうですね、ちょっとまだ元気がないようですね、はい、団体銅のメダルを持っています。個人総合昨日は5位でした。このイ・ヒギョン速報宙返りです。おとといの団体の時には 9.875 という全体で3番目の高得点をマーク。昨日は 9.80。 これは後方の抱え込み2回宙返りですね、はい、ちょっと着地乱れました、はい、何か平均台は先にやった方がいいみたいですね。あ、そうですか、はい、あの8人ですのでね、やはり終わるまでずっと待ってるとどうしてもウォーミングアップして長いですからね、はい、あ、なるほど、体が冷えるわけですかね、9.850、まあ、これまでの跳馬あるいは段違い平行棒は、後ろの方がどちらが有利という感じがありますがね。さあキム・カンスク、先ほどの段違い平行棒で同点銀メダルを獲得しました。このキム・カンスク団体の銀、そして先ほど段違い平行棒の銀メダル、2つの銀メダルと、そして個人総合の3位になりまして銅メダル、3個のメダルを持っているキム・カンスク。セット日の連続か、後方新品宙返りの2回連続、自信を持ってますね。指先まで力が入って神経が届いているところね、はい、非常にあの小さい体をですね大きく見せるように努力してますね。フィニッチです、まあ、高い点数が出るんじゃないですかね。しかし本当にあの10センチの幅の上の演技とは思えませんね、はい、非常にあのキビキビしたスピードのある、はい、いい演技だったですね。先ほどの段違い平行棒の時もそうですけれども、スピード感があるんですねこの人には、はい、後転跳びから伸身の連続です。高さはどうですか。高
高さもあります。それからスピードもありますね。ここは後転跳びから座になります。はい、こういう支持系統が非常に強いし体も柔らかいですね。この足の開き180度開いてますね。180度以上かも分かりませんね、はい、あ、これ最後ですね。このぐらい回れてると屈伸での折り技はもうできるでしょうね。そうですね、これから屈伸だとかムーンサルトとか、はい、この高さだとできると思います。できるでしょうね。そういう可能性を秘めているまだ15歳です。昨日の個人総合では3位に入りました。銅メダルを獲得しました。日本の三浦に 0.05 の差をつけてのメダル獲得。今や15歳ですが北朝鮮のエースにのし上がってきました。もう練習場に来ましても本当によく練習しますね。まず日本の選手が 2,3 本通すところをやっぱり倍ぐらい試合前でも通してますね。まあ、練習場で私見ましたけれども一番最初に練習を始めるのが得点出まして 9.850 です。鬼ごっこのような、ね、遊びから練習を始めてリラックスをして体を打とうというそういう姿勢が見られました。その北朝鮮、同じく北朝鮮のリ・チョンミ選手です。個人総合昨日は8位でした。この選手は中技にひねりが入ってますね。これが成功するでしょうか。見てみたいと思います。前中上がりです。はい、これも手を使いませんから難しい上がり技です。ここですね。ああ決まりました。高さのある素晴らしいひねりですね、はい、小柄な選手を揃える北朝鮮の中でこの人は146センチ一番大柄です。これも決まっています。連続です。決まりました。フィニッシュはどうでしょうか。決まりました。いやこれは高い点数が出ますね。折も3つの技をつなげてますね、はい、ロンダード、後転跳びからの抱え込みの2回宙返りです。これはいい出来でした。ここまで北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、先ほどのキム・ファンスクがメダルを3つ持っていますが、このリー・チョンミ、ここです。この1回ひねりは素晴らしく決まりましたね。そして後転跳びから後方伸身宙返りのこれ連続、ちょっと後ろの膝が緩んでますね。場内では高得点を催促する北朝鮮ファンのコールです。はい、連続技です。得点 9.95 3人終わってトップに躍り出ました。さあそして4人目のヨウハです。この平均台だけしか出てきません。ヤンボーといって、地元ではこの中国では大変な人気があります。昨日は平均台、この平均台で落下がありまして個人総合6位に終わってしまいました。
しかし一昨日の団体の時には全選手の中で一番高い 9.95 という得点をマークしています。この人の平均台の見どころは？そうですね、途中で出技の1回ひねりが入ります、はい、1回ひねりから台をまたいで座になるんですけどもね、はい、そこが決まるかどうか、それから後転跳び伸身宙返りの連続、昨日そこで落下しましたのでね、そこが決まれば高得点が出ると思います。ここですね、これです、はい、決まりましたね。中国のヨハ、あ、これも綺麗です。高いです。ここからですね、はい、昨日はこの後このシリーズ連続で落下しました。あーっと危ない、頑張った。やはり昨日落ちたところは心配なんでしょうね。一部から二部の減点があると思います。最後に後方抱え込み2回宙返り折り、目標の得点は 9.95 です。 9.95 はちょっと厳しいですね。そうですか、はい、現在3人を終わって得点が出ているのは最高が北朝鮮のリ・チョンミの 9.95 です。これは片手からの伸身宙返り最初の部分ですね、はい、ヒレがいいというんでしょうかね。あ、ここですね、はい、1回ひねりから座になります、はい、開脚座の姿勢になります。綺麗に加点がついてます、はい、ここですね、グラッとくるのはこの後。そうなんですよね、思い切って蹴ったんですけどね、はい、そして最後に後方抱え込みの2回宙返り、着地はいいですね、まあ、中国の政策に従ってと言いましょうか、一人っ子です。このヨーハ17歳、1日にもう6時間から7時間は練習をするという、得点出まして 9.875 台は出ませんで、現在4人を終えたところで第2位。やはり減点されましたね。あ、そのグラッと来たところね、はい、トップに立てないというところで場内からはため息がこぼれましたが、その中国の地元のファンは、この若い15歳の李益芳の演技にこれから期待をかけるところです。昨日は陳水艇に続いて第2位、個人総合銀メダルを獲得している15歳です。これは決まりました。さあ、ここから連続技が入ってきます。ちょっと揺れましたね。どのくらい引きましょうか。1分ぐらいの減点はあります。 0.1 ね。これも世界選手権で、申請された技です。お、横向きからひねって座になる、はい、きれい。なるほど、最後決まったかなと思ったんですが、もう一つ、一歩右足がね、
まあ、それでもこの白いコスチュームと赤いリボンが非常に印象的なあどけない15歳中国の李易峰、昨日は銀メダルを取りましたが最初の種目別平均台に出てきました。この後ゆかにも登場してきます李易峰。これは 9.9 以上出ないかもしれませんね。あの一部とおっしゃったこのぐらつきで 0.1 引かれて降りの着地ですね、はい、一歩のところですね。これは連続の部分です。ここでぐらでちょっと状態がねぐらついてますね。ここまで4人の演技を終えまして、あ、得点出ました。得点出まして 9.90、 5人を終えて第2位です。韓国と香港とフィリピンと北朝鮮 9.90 第2位。さあ三浦さんが登場してきました。日本の三浦、今日は3種目に出てきます。段違い平行棒は6位でした。高い点数の争いになりましたね。 9.9 以上を出さなければ、メダルはもらえません。あ、決まりましたね。入り規定技です。ヨウハが昨日落下したのと同じところで、2つ目の地震中がありところで落下です。もう少し強く3回目を蹴らなきゃいけないんですよね。これでメダルは夢と消えました。最後まで自分の演技を続けてほしい。三浦、途中の落下が残念です。15歳になりました。高校1年生の三浦花子さん、1日目2日目と成功してて3日目成功しないんですから、はい、本当に体操競技って難しいですね。まあ、それとどうでしょうか、3日連続でその演技をするね、はい、この高校1年生にとっては気持ちを張った状態で続けていくのも大変だろうし、はい、あるいはまた肉体的にも疲れてくるでしょうし、そうですね、それは出場している選手は皆同じ条件ですのでね、はい、自分でそういうふうにそのきつく感じてもですね、うん、それを振り払ってやらなきゃいけないですね、うん、それが精神力だと思うんですよね、うん。今はこれ技術的なことを言ってるんでしょうか、それともそういう精神的なことを言ってるんでしょうか。いや、よく頭をこうしてましたから、よく考えてて言ってるんじゃないでしょうかね。得点は 9.350、6人の演技を終えて一番最後ということになります。さあ7人目です。韓国のミン・アヨンです。先ほどの段違い平行棒は6位でした。これが2つ目種目別平均台に登場してきました。昨日はこの人も落下がありました。おお、後転飛びからの連続ですね。これも難しい例の連続です。ようなところですね。速攻宙返りの後ですね、
っぱりどうしても落ちた部分というのはですね不安になるんでしょうね。まあ、この平均台は演技を始める前に申し上げましたけれども精神的なものが非常に大きく作用する。いい得点を出してやろうと思うと、塚原さん自分の体験からして全くダメとおっしゃいましたね。そうですね、やっぱりねの決めなきゃいけないとかそれからもう落ちてはいけないとか心配するとねうまくいかない競技なんですよね。だから思い切って練習と同じ気持ちでね開き直っていかなきゃ成功しませんのでねそっとやったらダメなんですよ。あそっとやるとダメですか。思い切ってですか、はい、さあこのフィニッシュは思い切れるかどうか決まりました。韓国のミン・アヨン彼女は2つ種目別に出てきますがやっぱり悔しいんですね、あの落下が ね、おとといの団体で日本を破って3位に入って銅メダルを獲得したときには嬉し涙を流しました韓国のこのミン・アヨン今日は悔しいんです。上がりは片手からですね、それから後転跳び、伸身宙返り、これはよく決まりましたね、1本目。落下をしたのは速報中返りから後転跳びのところで落ちましたね、はい、あこれは最後ですね。ということで自分の得点を待ちますが彼女自身の本来の出来ではありませんで 9.275 7人終わって最後です。大会です。さあこれからリーベンという日本をコールするアナウンスが聞かれました。小菅まり登場。ここまでは跳馬7位段違い平行棒5位3種目目平均台どうでしょうか。昨日落下しましたね。何か私悪いことを言っちゃったでしょうかね。いや思い切って蹴ってないですね。いやこの部分なんですけどね、はいはい、この宙返りを3つ続けるんですね、はいはいはい、この昨日は2回目で落ちたんですね。2回目でね、今日は、さらに悪いですね。1回目全然蹴ってないですね。こういうふうに心配を持っていきますとね同じような失敗をしてしまうんですね。昨日の失敗を引きずってここまで来たわけですね。ですから昨日の夜もこうもや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 としたおそらく状態の中で過ごしてきたのかもしれません。個人総合では10位に入ってきました。この10位というのは三浦さんの4位、川田さんの9位に次ぐ昨日の個人総合は10位。中学3年生月面月面宙返りよりをこの平均台でするというのは世界的に見ましてもそんなにいません、はい、いませんね、 いませんね。ただ小菅さんの場合屈伸でやってますのでね、はい、抱え込みよりもさらに難しい、はい、技術だということになりますね、はい、ただこういうふうに失敗しますとね点数つながりませんのでね残念ですね。
まあ、個人総合争いではこの小菅さんは跳馬では 9.85、 段違い 9.90、 床が 9.75 を出して平均台が落下で 9.375 でもう少し 0.23 加えていればメダルが可能な他の3つの後の残りの種目だったんですよね。そうなんですね、ただその日だけの競技ですのでね、はい、ちょっと失敗しても中国の楊波も非常に下に下がったように、はい、失敗が出てしまっては個人総合上位に行けないんですね。しかし小菅選手にはもう一つあと最後の床が残っています。 9.325、 9.325 で8人の演技者の中で7番目という成績でした。これで3種目目の平均台の順位が決まりました。優勝が北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の李チョンミ、そして第2位に中国の李易峰、そして3位は同じく中国の楊波が入りました。そして4位が2人います。韓国のイ・ヒヨンと北朝鮮のキム・カンスク、6位に日本の三浦、7位に日本の小菅、そして第7位は韓国の第8位は韓国のリン・アヨンということになりました。さあ最後の種目の床が始まります。最初は韓国のパク・ジスクです。個人総合は7位の選手、跳馬でこの種目別で銅メダルを獲得しています。シンシンですね。今このシンシン宙返りが一番高い技術とされてるんですね、女子の中で。電柱から2分の1ひねり電柱前転ですね。これも非常に手技です。加点があります。この国旗、太極旗をあしらったレオタードで3日間私どもを魅了してくれました韓国のパク・ディスク。まず無難な演技と見てよろしいでしょうかね。最初の伸身宙返りの2回、これは非常に高い技術ですのでね、はい、それから真ん中の2分の1からのこれが今伸身、ね、これですね、最初のところですね、はいはい。この足の着地の時の乱れですね、はい、これはさほど気になりませんか。ちょっと一部ぐらいありますね。それからここの中技の2分の1から前宙をして前転ですね、それから最後の抱え込みダブルと内容的には十分満たされた安定した演技だったと思います。もうすっかり韓国の中ではお姉さん格になりました。5人兄弟の聞いてみますと女の子が4人で、男の子が1人のその5人兄弟の、パク・ディスク、水泳が得意ですという話をしていました。得点は 9.825、 9.825。 北朝鮮と香港と中国と韓国4人の審判。さあ2人目、中国の李易峰、先ほど平均台で銀メダルを取ったばかりです。
月面です。屈伸ですね。140センチには見えません。大きく見えます。連続技です。あら、あら、これは失敗。そうですね、2回ひねりなんですけど1回半で止まってしまいました。しかも尻餅、はい、0.5 は引かれると思います。15歳の中国を代表する若手の李易峰、団体の金、そして昨日の個人総合の銀、先ほどの種目別平均台の銀、3つのすでにメダルを持っています李易峰。途中大きな失敗がありましたが、こうやって走ってコーチのところに戻る表情を見ると、15歳の少女のあどけない顔つきに変わります。そうですね、ここは1本目ですね。1本目ですね。のムーサルト、これは見事でした。でこの後ここですね、はい、後転飛びから1回半ひねりからさらに2回ひねろうと思ったのが1回半で止まってしまいましたね。これは大きな過失ですね、はい、最後ポーズするといつも笑うんですけど、今日はちょっと失敗しましたから、笑ってませんでしたね、今のジェスチャーからしますと、あそこのところがこうなって尻餅をついたんだという、そうですね、コーチに説明してますね、これ最後のところですね。得点は 9.40、 これではメダル、多いメダルになってしまいます。3人目です。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のオム・ソンヒョルです。この選手も非常に難度の高い技をやりますよ。スピードに乗った、伸身からの屈伸ですね。種目別にはこの床にだけ出てきます。個人総合は11位でした。満を持してこの床を狙ってきている北朝鮮オム・ソンヒョル。テンポの連続から屈伸の2回宙返りですね。今日は最後ムーサルト行きますかね。やってきた、勝ちましたね、。ちょっと低かったですけどね、はい、もう一つ最後のところで見せ場を逸してしまいました。この北朝鮮オム・ソンヒョル、これで彼女もこのアジア大会全ての演技は終わりました。最後に、ね、宙返りから、月面を持ってくる、これは真ん中ですね、はい、屈伸の最後にこうやってシリーズの後の、後方2回宙返り、2回ひねりですね、から後転と、最後のムーンサルトです。これどうしてこうなるんでしょうかね。そうですね、もうちょっと後転飛びから蹴らなきゃいけないですね、はい、高く、はい、高さがちょっと足りなかったと思います。高さがね、はい、
でも最後にムーンサルトをやるのは非常に体力的にね大変ですのでね、難度的には十分だと思います。まあ、この表情を見ても納得する演技ではなかったと思います。 9.80 という得点でした。さあ4人目、日本の三浦花子が登場してきました。ゆかの演技、曲はコンガです。ぜひこの動きを見てもらいたいんですが、この動きを変えたんですよね。曲も変えてきましたね、はい、決まった。非常にあの可愛い動きですね、さあ最後頑張ってもらいたいですね。始まりました。ちょっと笑いましたね、中国の観客にアピールしました。まあ、ユニークな振りを見せてくれました三浦花子、まあ、ここまで段違い平行棒6位、平均台6位。さあ床はどうでしょうか。やっぱり3日目でちょっとあのタンブリングが疲れた真ん中のコース、ちょっと惜しかったですね、これは最初の月面ですね、ですね、これは良かったですね、はい、この真ん中のコースがちょっと危なかったですよ。これですね、屈伸の2回宙返りになったんですが、最後はよく決まりました。得点出まして 9.725、 4人を終えて現在第3位です。やはり真ん中のコースで内側に引かれましたね。さあアジアの体操の女王が登場してきました。おとといの団体、昨日の自由、2回いずれも10点満点。今日もこの種目別で10点が出ますとパーフェクト優勝です。テンポから後転飛び、後転飛び、ムーンサルトですね。クッシン決まりました。この決め方がいいんですよね。余裕があります。もう一度テンポから使い込みです。この心にくいばかりのこう表現力ですね。柔らかい動きに変えてきましたね、はい、メロディーが変わってリズムが変わって、
あここからです。1回目の実戦満点へ向けて場内は手拍子です。大歓声です。アジアの上場女王推薦、団体の金メダル、昨日の個人総合優勝金メダル、コーチが迎えます。昨日の夜から今日午前中昼過ぎまでかけまして、昨日の10点満点の演技が中国のテレビ、いろんな放送局があるんですが、何度も何度も繰り返し、私3つか4つの放送局でね、はい、昨日の10点満点の演技を何回見たことか。もう昨日と同じように着地がピタッと決まってますね、はい、昨日は紫色のコスチュームでした。今日は純白です。原爆のコスチュームで登場してきました。さあ実戦が出るかどうか。出来自体とすれば私昨日の方がいいかなと思うんですが。そうですね、高さは昨日の方があったと思いますよね。出ました出ました、またまた実戦。団体自由種目別全部実戦。中国の審判、地元の審判が実点つけませんでした。昨日は全部実点満点でしたが、今日は3人が実点。これも珍しいですね。どうして中国の審判は実点つけなかったんでしょうか。やはりいつも見てますのでね、はい、昨日よりちょっと重たいとか感じたんじゃないでしょうかね。なるほどね。しかし実点満点が出ました。パーフェクトの実点満点、3回とも実点。今度は変わって北朝鮮、李春美です。しかし何か中国の金水艇の実戦満点の余韻の中で演技をするのもちょっと難しいかもしれません。先ほどの平均台の金メダリストです。先ほどの平均台で金メダルを取ったこの北朝鮮李春美、これで彼女もアジア大会すべての演技が終了したところです。後転飛びから転倒宙返り、後転飛び2回からムーンサルトですね。これラインクロス、ラインオーバーは、白い粉がバーッと上がりました。ラインクロスをしますと、ラインオーバーしますと 0.1 の減点になります。旗は見えなかったように思うんですが、はい、ラインジャッジも、3人ちゃんとおります。主審が北朝鮮ですのでね、はい、ちょっと揉めてるようですね。北朝鮮、香港、中国、韓国という4人の審判です。中国に電話してますね。
ということは中国がちょっとこう低い得点をつけたのかもしれません。日本と韓国と北朝鮮、中国、台湾、パキスタン、香港、タイ、モンゴル、フィリピン、ベトナムと11カ国と11の国と地域が参加して行われています。今年の今回のアジア大会、得点は 9.775、 第4位ということになりました。さあ日本、小菅麻里が登場してきました。ただ一人4つの種目に出場する、その最終種目になりました小菅麻里。日本コールも聞かれます。跳馬が7位、段違い平行棒5位、平均台が7位。ここでメダルが欲しいです ね。もう一つ、はい、瀬尾さんの金メダルに次ぐメダルを期待しましょう。さあこの中国のファンにアピールしたい曲はバーフロムオーバー。モンサルトですね。あ、決まりましたね。さあ最後です。メダルに向かって屈伸のムーンサルト、勝ちましたね。さあメダルに届くかどうか、7人目の演技者です。現在3位の選手は 9.80 という得点です。それを上回るかどうか、さあどうでしょうか。これが途中の連続からの最初のコースですね、はい、ムーンサルトの連続です。これから中技の抱え込みの2回宙返り、これも決まりました。高さがありました。最後よく頑張りましたね。ちょっとここの確率が悪かったんですけど、よく頑張りました。あのフロアすれすれにあの頭がありましたね、はい。さあ得点出ました。 9.85 が出ました。ということは第2位、7人の演技終わって第2位ということはメダル決定です。銀か銅かどちらかのメダルになります。それを決めるか、この韓国の最後の演技者です、イ・ヒヨン。ということで小菅さんの銀メダルか銅メダルが決まりました。最後の演技者です。コンサルトですね、はい。乗馬で8位、そして平均台で4位タイというこのイ・ヒヨン。韓国のコーチたちが手拍子です。もう最後ですからね、同僚のパク・ジスクも手拍子です。練習から2分の1からの練習前転ですね。テンポが上がってきます。最後のシリーズです。
抱え込みのダブルです。決まりましたね。さあ2位の日本の小菅麻里さんは 9.85、 それを上回るかどうか。それよりを上ですと銀メダル、下ですと日本の小菅麻里さんの銀メダルが決まります。が銀メダル、中国の陳水晴が優勝銀メダル、そして日本の小菅麻里さんと韓国のイ・ヒヨン、この2人が銀メダルと確定いたしました。そしてその後第4位に韓国のパク・ジスク、5位に北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のオム・ソンヒョル、6位に北朝鮮、北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国のリー・チョンミ、7位に日本の三浦、そして8位に中国李易峰が入りました。これで全ての女子の演技4種目にわたって行われてきました。女子種目別決勝が全て終わったことになります。今日は金メダルを競馬で瀬尾さんが取りました。そして銀メダルを小菅さんが取りました。まあ日本のファンにとってもこう胸の疲れを一気に晴らしたと、そういう感じでした。